未来真っ暗。うん、お先真っ暗っていうのはすげえ前向きな言葉で、真っ暗なんだよ。どこがいけないんだよ。その中にすっげえ誰も見たことのない、どんなに勉強したって分かりっこない素晴らしいもんが隠れてるかもしれないじゃん、うん、真っ暗ってことはいいね。みんな平等で、うん、みんなが挙げたその手の中じゃ、未来は僕らの手の中。月が空に張り付いてな、銀紙の星が揺れてな、誰もがポケットの中に孤独を隠し持っている。あまりにも突然に昨日は砕けてゆく。それならば今ここで僕ら何かを始めよう、僕ら何かを始めよう。生きてることが大好きで意味もなく幸運してる。一度に全てを望んでまっ箱中で駆け抜けろ。くだらない世の中だ、しょんべんかけてやろう。打ちのめされる前に僕ら打ちのめしてやろう、僕ら打ちのめしてやろう。ロックの場合の詩っていうのであんまり印象のあるものって今までほとんどないんでね。あ、そうなんですか。うん、つまり、横文字で歌ったり音楽がわーしちゃっててよく詩の意味もわからない詩っていうのがあって、うん、勝手までこうなんかあれしないから、うん、だからこうラッド聞くとみんなその詩のメッセージがツラーッとこうわかるじゃない、うん、あれはやっぱり意図的にそういう分かってもらいたいとか、うん、っていうか、だから僕もそのロックの詩とかってあんまよく分かんないですよ、うんうん、特にあのでも外国のロックの人のやつとか訳詞とかついてるやつとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうの読んでなんとなく感覚とか分かるけど、うん、日本語のロックであのサビんところ横文字で歌われたりとか、うんうんうん、あのストリートがどうのこうのなんて言われたって全然僕はリアルじゃないから実感ないです全然、うんうんうん、どこの国の話なんだろうっていうのはずっと感じてました、うんうん、なんかそういうところを横文字で逃げてしまうってあるよね。うん、なんかそれもったいねえなと思う。そんなサビの一番おいしいところを自分の言いたいこと言えばいいのに、それもったいねえなと思う。そんなサビの一番おいしいところを自分の言いたいこと言えばいいのに。Yeah.
別にそういう自分の歌がね人にどういう影響を与えるかとかは本当は大して重要じゃないんだよな。うん、うん、ものすごく世の中をかき乱すこともあるかもしれないし何にもならない何も変わらないかもしれないしね、でもそういうことは俺大して重要じゃねえな。うん、言いたいことを言うしやりたいようにやるし、でもそこに音楽好きなんだっていうなんか一本の筋みたいのがあれば僕はいいと思う。うん。